最も優しい人が最も強い人、鈴木伸介。これはですね、僕の、父親なんですね。僕自身が教育を受ける中においても、なぜそうしなきゃいけないのか、どうあるべきなのか、それがどのようなものにつながるのか、それを本当に丁寧に教えてくれたなと思うんですね。その親父の姿を見ていて、この、父親の思想、姿勢というものが、座右の銘になったという、そんなお話ですね、はい。ご自身が社長という立場とした時に、優しさっていうのはどういうふうにしていきたいとかって、何かこう考えていることとかってありますかね。僕の理想とするリーダー像は、仲間の中に入って、もしくは最高位に回って人々を押していく。人って器用な人もいれば不器用な人もいると思うんです。不器用な人でもコツ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 やって、あ、こうやればいいんだっていう、そのコツが見つかった時に一気に加速する可能性もあるので、根強く伴走することができるか、まあ、そんなことを形にしていくということに、僕は社長としての仕事の役割を感じますね、はい。